イカの絵を描きます。これがあのイカの図鑑でして、まあ、いろいろなイカがあります、まあね、イカというのは本当に色が複雑です。イカ色というのはなくても七変化というぐらい色を変えることができるそうです。その色をパッと見ても赤から青からいろいろな色が見えます。それを一度この彩塩墨を使って私なりに表現してみます。まずイカっていうのは白いボツボツがありますんで、ちょっと白い墨でちょっと浮かせる形でちょっとその白がどんな具合になるか見てやってください。で、私の場合イカっていうのを色を使う場合、彩塩墨でかなり複雑な色を出したい場合はどうするかというと、もう自分でこの色でイカを描きたいなと思った色を、例えばこれ赤い濃い酢黄とか黄色とか紫青赤、まあちょっとそれらしい色を筆の中に混ぜます。今いろいろな色これ混ぜてます。同じ場所じゃなくて場所を変えていろいろつけてます。こういうふうな筆作りをしておきまして、ここからこと側筆でどんな色が出るか自分でもある程度感覚的には分かるんですけど、実際はやるまで分からないという。でもイカのように色が非常に複雑なやつにはこの和紙の中でうまく混ざるというのは非常に有効でして、足の方はちょっと青い色とか緑とかこういう色がちょっと見えます。紫こういう色、まあベースはを複雑にやると自然に筆の中で混ぜる。いかがでしょうか。私なりのイカの完成です。本当に彩塩墨というのは色の混じりが非常に素敵に簡単に混じります。なかなか絵の具では出せない色合いだと思います。